おざっす。今日はですね、楓の素材2つ持ってきました。こんな感じの楓の素材、この2本ですね、まあ、ウエイト調させて今からバッサリ切る予定なんですけれども、この2本は盆栽環境研究会の展示会が以前ね、上野グリーンクラブで行われて、でそこにちょっと見に行かせていただいた時についでに買ってきた素材、はい、2本でございます。今日はこの2本バッサリ上飛ばして現状どうなっているのかチェックしていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。今日触っていくのはカエデ2本でございます。1本ずついきましょうか。こんな感じのカエデの素材でございます。足元にね、綺麗に曲が入っている黒ポット苗だったものを買ってきたものでございますと。で、盆栽環境研究会の展示会行った時にこれ見つけて、おー、いいじゃんと、みんなでこれ買ってなんか成長の比較しませんかとか言ってね、僕はこれ2本持ち帰ってきたわけなんですけれども、はい、そんな2本なんですけれども、今のところねこんな感じになっております。ちょっと太ったかな、やっぱね上を登頂させてるんで、まあ、多少は太ったかなっていう感じはするんですけど、まだまだ小さいですね。今日はこいつの冬支度やっていきましょう。まずは一回上をバッサリとバッサリと落とします。よっと、はい。で、ここからどこまで追い込むかなんですけど、まずはこの下の根っこっぽいやつ、これいらないんで、これ取っときましょうか。はい。で、どこまで追い込むかをじっくり見てみる。ここに目当たりがありますね。ここまで追い込んでもいいかな。この枝を使うっていう手もあるんだけど、ちょっとだけね高いんですよね。あ、もうこっち側は使えるか、使えないこともないけど、少し上の方にあるんで、ここは心を鬼にしてバッサリ下まで行きましょう。下の芽まで立て替えちゃう。ここまで行っちゃう。やった、じゃん。これでいいんじゃないかな。で、一回軽くね、足元掃除します。はい、足元掃除しました。砂の量ね、若干減らしてます。で、針金かかってるところまでちょっと掘り返してみたんですけど、深く入ってましたね。もう少しボディが埋まってた。こんな感じで。これ見づらいな。よいしょ。これ邪魔だね。よいしょ。はい、こんな感じのボディ埋まってました。表面に出てた部分だけじゃ分かんなかったですね。足元の掃除からやっぱりやんなきゃ、やる必要があった。で、叩く位置としては問題ないですね。適正。で、やっぱり上の方残すってやってたら、ちょっと、それは長かったんじゃないかっていう結果になってそうですね。足元掘ってからやるべきでした。よしよしよし、いい感じ。うんうん、いいんじゃない。はい、一本もこんな感じで終了。はい、次行きましょう。じゃあこっちも一回足元を掘ってから姿を確認して追い込んでいきたいなと思います。一回落とそう。一回ね、ざっくり落として、これはいいや、これはもう落とすから、どっちにしろ落とす。で、こいつらも一回落として、これで楽になったね。で、この状態で足元、軽く掃除します。はい、足元出してみました。こんな感じになってました。これもなかなか深く埋まってましたね。よしよしよし、足元確認して、で、全体像を見る。こんな感じね。こんな感じになってました。ここ根っこ生えてるね、こいつ。こんなところから根っこ出ちゃってますね。こいつは切っとこう。よ。で、こっちはさすがに処理しきれないんで、分断するだけ。OK。で、こんな感じになってますと。いい曲入ってますね。で、これはいらないんで、落としましょう。しっかりと。
かりと追い込んでいきましょう。こいついいよ、勝った、いいよった。やった。はい、追い込みました。根っこ処置して裏の徒長枝切って、あとは上をどこまで追い込むかですよね。とりあえずここはいらないな、この太ってるところはいらない。でこの辺をどうするかなんですけど、まあ徒長させるなら置いといてもいいか。正面はこっちかな、ボディの感じからするとこっちで良さそうだし、悩ましいな、悩ましいな、ものすごい悩ましい。とりあえずこれいらないでしょ、追い込むでしょ、追い込むでしょ。こいつを来年走らせてもいいかなという思いがあります。ここバツンって言ってもこいつかこいつ走らせるよりはここ走らせてここ来年バンって言った方が傷跡が少なくて済むんじゃないかな。どうだろうな、ここの目はいらないね、こいつ取っちゃう。で、いいんじゃないかな。いいと思う。とりあえず、来年は、この辺の目を走らせる。この辺りの目を走らせて、でもここはね、短く維持する。なので、こいつらは、短く、もう一回吹き直してもらいましょう。これで、来年どっちかに走ってもらおうかな。その作戦で行きましょう。いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。なかなか、ここがね、結構太ってるんですよね。ほっそりしてたのに。なかなかいい感じのボディになったんじゃないですかね。これそのまま来年も走らせて、もう一回り太って、再来年、2年、3年走らせるか。それぐらい走らせないと無理かもしれないですね。普通に使えるようになるのはちょっと時間かかるかもしれないですけど、また来年ね、ここからスタートで走らせてみようかなと思います。じゃあこいつらカットパスタペースト塗って終わりましょうか。はい、カットパスタペースト塗布しておきました。こんな感じに、はい、これで作業完了です。黒ポットの状態からここまで太った。なかなかいいんじゃないですかね。ほっそりした苗だったからね、本当に。これがね、2年後、3年後、どこまで太って、どこまで変わっていくのか、その経過を楽しんでいきましょう。ということで、終わり。で、おまけなんですけど、うちにもね、ちょっと似たような苗あったんで、持ってきました。こいつもついでに、剪定掃除やっていこうかなと思います。これはね、宮様楓ですね。楓じゃなくて、宮様カエデ。ちょっと葉っぱがね、丸っこくて可愛らしいんですけど、宮様カエデ。僕のお気に入りの樹種で、なかなか作りにくい。普通のカエデよりは作りにくいんですけどね。結構気に入ってる品種、樹種でございます。ちょっとこいつも掃除します。はい、足元掃除しました。ぶっとい根っこ出てきたなぁ。マジで。ちょっと形がいびつなんですけど、まあまあまあ気にせずね。気にせずやっていきましょう。これは下の方に目当たりがないんだけど、もうバッツリ行くしかないんで落とします。落としてこの状態からリスタートしてもらいましょう。はい、終了。でもう一個あるんですけど、これは普通の貝ですね。でこっちはね、小さいスリット鉢に入れて、ちょっと太りがどう違うのかなって検証しようと思って、毛細環境研究会のこのプレステラとこれと比較してる。これはうちにあったカエデの挿し木素材ですね。カエデの挿し木素材で比較研究しているところでございます。ちょっとこいつも足元掃除していきます。はい、足元掃除しました。こんな感じですね。やっぱりプレステラでがっつり走らせるよりも少し弱々しい印象がありますね。なんだろうね、この違いは。単純に木の
受精の問題なのか蜂の問題なのか、その辺の違いは、ね、まだまだ分かんないんですけれども、一旦プレステラの方が元気に走ってるっていう結果にはなってます。はい、これうちのカエデ、一応ね素材的には似てるからいい比較対象になるんじゃないかなと思っています。はい、そんな感じで合計4鉢ですね。はい、手入れ完了いたしました。はい、ということで盆栽環境研究会の展示会に参加した時に買ってきた素材たち、楓の素材ですね、今こんな感じになっておりました。足元出してみたら結構太ってましたね。いい感じに太りが見られてよかったかなと思います。これも来年再来年とね、また走らせ続けたら結構いい素材になると思うんで、また走らせて切って走らせて切ってを繰り返しながら下の方に芽を溜めていく、そういう作業をね繰り返していければなと思います。で、後半に触ったこちらの2本なんですけど、まあ、これはうちで挿し木して作った素材なんで、なんて言うんだろうな、思い入れが違うというか、スタート地点を、ね、誰かと共有しているあの前者の2本の方がね、あの頑張れっていう気持ちになるのは、ね、何でしょうかね。これこういう思い出がプラスされてるものって結構愛着湧きやすいですよね。はい、そんな感じで本日の作業は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。